両チーム無得点。さあ七が今日は前半から七が随分高い位置まで来ました。七がそのままドリブルで倒された。ボックス内、笛は鳴っていません。プレーオンです。そして今湘南ベルマーレボールということになりましたが、七は前半から随分高いところを取るようになりました。まあ、システム上サイドのところは、はい、湘南の右のウィングバックの岡本のところに対して、まあ、左サイド、まあ、七と杉本のところで2対1の局面を作れる瞬間があるんですよね、はい、そこを今うまく使ってワンツーで、まあ、抜け出しましたね。まあ、このやはり、まあ、352と442っていう、まあ、立ち位置のところでの、はい、まあ、優位性をどちらが取るかっていうのはやっぱ今日ゲームが奪った、こういうところですね。まだ我慢して、はい、七がラストパス。いや、これもよくカバーしましたね、はい、さあチャンスです。今度は逆に福岡です。もうファンマが中に入っている。このチームはシュートの数はいつもそうなんですが少ないんですけども、決定率が高い。75分です。